ただいまよりマックスノービスクラス暫定表彰を行います。それではご登壇いただきましょう。見事優勝カーナンバー11番ティームヒラのヨッシー、おめでとうございます。なんだ、足立さんなんじゃないか、誰かと思ったじゃないですか。シー言うてる。続いて第2位ですか、ナンバー1番です、ルーチェモータースポーツウィズカラーズ二階堂雅弘選手、おめでとうございます。第3位カーナンバー32番ティームレゴリス林康介選手、おめでとうございます。どうぞご登壇ください。はい、それではまずはシャンパンファイトをお楽しみいただきます。はい、金具を外してよろしいでしょうか。はい、林くんがまだなのでいいかな。はい、それでは思いっきりやってください。シャンパンファイト、どうぞ。さあ、ヨッシーが左右にかけて、そしてかけられております。ヨッシーヨッシー言ってた、だんだんマリオのヨッシーみたいに見えてまいりました。はい、続きましてトロフィーをお送りいたしましょう。トップ3のドライバーに大きなカップが送られてまいります。どうぞお受け取りください。はい、おめでとうございます。続いて賞金の授与でございます。この特別戦トップ3には賞金1万円がそれぞれ用意されております。そうなんです、おめでとうございます。賞金1万円ゲット、林選手が一番喜んでる、林選手めっちゃ喜んでる、1万円の重みを知っている林選手でした。ではお話を伺いましょう。見事優勝ヨッシー選手、おめでとうございます。ありがとうございます。なんで、この下なんでっていうところはありますけど、本当はマスターズに出るはずを急遽ノービスに出させてもらって、まさか勝てると思ってなかったので、ラッキーでした。なんかトップ2のバトル結構激しかったですけど、去年二階堂くんとはいつもやり合っておりまして、久しぶりに同じレースに出れたんで、楽しかったです。ありがとうございました。コンディションも難しかったと思います。逆にこのコンディションになってくれたおかげで僕は勝てたと思うので、天にお礼を言いたいと思います。ありがとうございます。いいシーズンエンドになりました。ヨッシー選手、おめでとうございました。それでは最後に記念撮影を行いますので、中央へお上がりください。はい、改めてご紹介いたしましょう。見事優勝、ヨッシー選手、第2位二階堂雅弘選手、第3位林康介選手にどうぞ大きな拍手をお送りください。おめでとうございました。